疲れ様です。10月あたりから徐々に練習を し始めまして、で、まあ、現状だと、週に3回ぐらいレスリング場で練習をするような形でやってます。それは年内はそのつもりで、今はストレスがないような生活をして、することを目標にしてます。自分にとってすごく大切な大会だったので、そこで成績としては一番いい金メダルを取れたので、まあ、今思ってもすごく良かったなと思います。次の大会というか、出場されているものって今決まっていらっしゃいますか？次の試合の、明確には決まってないんですけど、まあ、大体来年あたりには、1回ぐらい試合に出れたらいいなと。ありがとうございます。はい、他に質問がある方いらっしゃいますでしょうか？では、内容ですので、こちらで終了させていただきます。ありがとうございました。